はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルズ続きをやっていきます。で、冒険に出てちょっとこっちのジェゴン川に行きたいと思うんですけれども、なんか建物の構造を見る限りこれちょっと港に似てるよね。だからイベントはなんか起こらずダンジョンではなさそう。うん、なんかそんな感じだよね、やっぱり。で、船とかは出てないんだよね。ていうか船って走れんの？ここら辺でも結構空気が澄んでそうだな。クリスタルがあるわけでもないし、川の水は綺麗だね、めっちゃ光ってるし。多分誰もいないんでしょ？誰もいない。帰ろう。じゃあ帰ってなんとか鉱山みたいなところに行きますか。おとなしく。で、この鉱山クリアするとどうだろうね。雫が満タンになりそうな感じはするけど、ちょうどここの大陸が終わってなんか一区切りみたいな、なんかそんな感じだよね。蒸気ストリームは多分超えられないんで、こっちカトリゲス鉱山行こう、一人で。仲間と行くんだったらせっかくだから4人で行きたいけどね。クリスタルケージをね持たなきゃいけないんで、誰かさんが。モグはねみんなで行くとないんで。私のおじいさんのおじいさんのそのまたおじいさんがまだ子供だった頃、この大陸はリルティの民が支配していた。リルティたちは鉄の武器を使い、その力によって全てのものを従えていった。だけど無限に思えたその力も鉱山から鉄が取れなくなるとともに徐々に衰えていった。鉄が消え、そしてリルティの野望までもが消えてしまい、残されたこの鉱山は魔物たちの絶好の住処となった。ボムがランプに挟まってんだけど、なんかシュールだな。カトリゲス鉱山っていうか鉄使ってたんだ。ミスリルとかだって普通に売ってたよ。昔の時代はまだミスリルとかはなかったのかな。宝箱をたくさん開ける。出発。これトロッコがあるね。ちょっと一回これ置こう。で持ってもらって、これトロッコなんか乗れないのかな。トロッコには乗れない。おお、待って、こいつ、あ、でも防具が多少なりとも強くなってるからご利用しちゃうかな。よし。で、ケア重要。マジでケア最重要だからね。うん、なんだボムか。ちょっさ、おお、爆発する。鉄のかけら、かけらってどうなの。一応振らせてから。よし、 OK。 4発かこいつは。でレイズ、あー、こっちの方は特に何にもない。炎の台座があって、結局戻ってきちゃったからこっちへ行くか。敵、よし、いいね。で、フェニックスの王、うん？こっちも行けないな。でもなんか地図的にはなんか壊していけそうな通路になってるけど、ん？なんだこれ、トロッコがでも通じてるよね。トロッコ乗れないんだよな。げあ、こうやって押していくのか。おー、
いいじゃんいいじゃん。敵が2体いたけどね。まずは1体つって、もう一発よし。金10円とかしょぼ。なんだ寝てんのか。来た、振らせて、よし OKOK。 ひょうたん芋肉、これ多分ポイントがあるよね。今どっちに行くんだ、ちょっと分かんないけど下に行った。下っていうかこっから見たら下。え、なんかどっか行っちゃったんだけど。え、どういうことどういうこと。これがポイントか。え、トロッコ元に戻ってる、なくなっちゃった、どっか行っちゃったんだけど。あ、元に戻ってる。ポイント押したよね。でこれで上に行くから、なんかいまいち分かんねえな、ポイントのあれが。下に行っちゃったよまた。え、え、全然変わってなくね。あ、変わってる変わってる変わってる、すげえ分かりづれ。もうちょっと分かりやすくしてほしいんだけど。しかもいちいちさ最初に戻されるっていう。でこれは下に行っちゃったよ、なんでだよ。ガチャ、これかこれか、今絶対これ、ここがつながったからこういくはず。何回やってんだ。殴って、これやってる間にさ、なんかポイントが元に戻るとかあったりする。ちゃんと見よう、ポイントをちゃんと見よう。いや大丈夫、これは上に行く、これは上に行くはず。ほらー、でもう一回殴る。でこっち側に宝箱、宝箱は右上のミニマップに表示されるんだね。こっち側も行けるといえば行けないか、逆側から行くのか。僕は文句言うだけだからね。お前はそのためについてきてんだろう。これまたさ最初からとかになったらめんどくさすぎるんだけど。おう、行って振らせて、いや掘り寄そう。多少ご利用してもね、ケアルでなんとかなるからね。ちょっとこっちら辺だけ先に見よう、クリア。まあ、イスナ的な感じだね。お、これでかくね。いくつかあった今。1食らうな。しかも、強い、かなり死ぬ。調子に乗りすぎた。待って、間に合うかケアル。よーし、何発かかった。アーティファクトマンイーター、なんかもうちょっとレアなものが欲しいけど。これこっちだな。じゃあ、え、なんか結構難しいぞ。え、このままでいいんじゃん。てか先にこっち探索しよう。え、なんだ、魔法か、びっくりした。あ、爆発するんだ。モグどう、こういう鉱石系は手に入れたら嬉しいよね。おお、そうだそうだ、爆発する。あ、でこれさっきの向こう側で、ここにもこれ炎か。あ、上にいるのか。敵は残らず排除する。金10ギル、特に宝箱とかはなさそう。マーカーがついてないからね。
じゃあこっちへ進んで、でこれこのまま上に行くっしょ。ほら、オッケーです。ん？向こうへ行ってしまった。まあ、鉱山って言ってるけど何かがすごい取れるわけじゃないね。大して今のところない。トロッコどこ行った？なんかどっか行っちゃった。まあいいや、線路沿いにとりあえず進んでみる。敵、あ、こいつ2発攻撃するとちょっとダメだな。反撃食らうな。振らせて2発、3発やると多分反撃食らっちゃう。フックが結構出が早い。竜のひげ、竜のひげは確か魔法だよね。アーティファクト集めも必要は必要なんだよね多分。ダンジョン、うおーっとすぐ忘れんな。ダンジョン何回かこなしてアーティファクト揃ってから来た方が多分基礎能力が高いから。でレベルがない分多分アーティファクトを集めて自身を強化していくっていうそんなところなんだろうな。レイズだ。そのためになんか人とマルチモードでアーティファクト貯めながらダンジョンをこなしていくっていうのが、まあ、このゲームの趣旨なんだろうね。上とかって特に何にもないんだよね今のところ。あまり行く価値はない。あ、向こうが閉ざされてて、ここまで来て何もないのかよ、ひどいな。やかましい。だいたいクリスタルケージを持たなかったらモグの存在意義がないからね。お、危ない危ない。モグの速度が落ちてるな。変わってあげた方がいいのかな。敵発見、そのまま押し切る。これなんだ、星型人参で宝箱。ケアル、ケアルをケアルラとかにする必要あんのかな。今のところでもそんなにヒットポイントがあるわけじゃないからね。あれ、これがある。ん、これどこだ。あ、ここか。はい、開いた。奥へ行こう。すげーボスっぽい。ボムの親玉か。違う。まだもうちょい先は続くけどちょっと狭いね。こいつ一ターンで倒せるようになりたいな。フェニックスの、ん、こっちもあってちょっと厄介だな。めっちゃ溜めてなかったよこいつ。いや魔法よりやっぱり攻撃だな。どうなんだろうな、魔法もね。やっぱりちょっと詠唱に時間かかるっていうのが。ケアル、レイズ、フェニックスの、じゃレイズとフェニックスのはいらないんだよ。どうする。ブリザードが2つあるね。ブリザード、ブリザードでブリザランしよう。そのままよし。これでちょっと一回見てみよう。ブリザラン、こんなもん使ってみようか、せっかくだから。先手必勝、凍ってる。危ない危ない、凍るんだ。敵に気づかれてなければ先手でブリザラを打つのも、まあ、ありかもしれないけど。敵がいるね。これ届かないかな、そんなに範囲は。
ちょっと待って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 、お前は凍ってろ、これめっちゃ溜めてるよ。ちょ、そんなにさ長くなかった？結構短いな。氷サンダーアーティファクトバックラー、これ防御力アップだよね。拾ったやつはもうその場で効果を発揮してんのかな。でクリアしたら1個だけ持って帰れるよというような感じ。氷押すで、しましまりんご。進んでる感じはするけど、うわ敵が、待って、なんか魔法を唱えてるの誰だ、こいつ気づいてない。よし氷をした。15円肉12ギル、結構長いねここのダンジョン。アーティファクトアースペンダント、こっち行き止まりだよね。そう、行けない。あれアースペンダントってヒットポイント増える？ケアルかけよう。アースペンダント回収したいな。じゃあ、これボスだな。赤いところがボスになるのかな。行ってみよう。ヒットポイントはそこそこ。この音楽からの流れはボスだからね。ブリザラが効くかどうか。魔法攻撃力はそんなに高くないからな多分。だったら殴ってった方がいいと思う。3回殴れるからね。ユークとかだったら多分ね、結構魔力高そうだから弱点つけば効果的なんだろうけど。どっから来る？上か？げ、オークキングかよ。めちゃくちゃ手がある。え、サンダーみたいなの唱えてない？ターゲット、おお怖い怖い怖い、いけー、邪魔だ。まっこなってるんだよね。マジでチャンス。半分しか減らない。ハート半分だったら多少合流する。で軸をずらすとあんまり食らわない。いいね。おお、いった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 。これは予想外。ちょっと回復しよう。ケアル。ブリザラ唱えてみる？ちょっと一回あいつが魔法唱え始めたら、こっちも魔法唱えたいけど。俺は早い。ゴリ押す。防御力高ければさ、マジでゴリ押せない。攻撃も重要かもしんないけど防御力も重要だな。そう考えると見て大して食らわないからね。でケアで回復して、あとはまた殴ってくる。1減らないっていうのがいいよな。力技、ユークだったらもっと力技がいけるんだよね多分。ケアルの回復量がどうなんだろうな。ちょ、じゃあまたマジで、あいつどこ行った？まずちょっと回復させてから。雑魚敵がちょっと厄介だね。まだいける。
タフだな。いやまずいまずいまずい、守るじゃねえよ。タフがいいね。3発は隙がある。本当は1発ずつのヒットアンドアウェイが、クリティカル的なのは多分ないから、いきなり減るっていうことはなさそうです。おお、待って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 、なんだなんだなんだ、これダメージ与えた方がいいのか、離れた方がいいのか、そこが分からん。なんかさ、ちょっと怖いけど、とにかく離れよう。一応守る。わっと、見かけ倒しだったな。え、なんか力を解放して力尽きたぞこいつ。特にコメントはなし。これでどうだろう、雫は溜まっただろうか。この雫って一回なんかこのケージの中に入れればこぼれないのかね。まあ聖なる力だからこぼれないのか。3滴目。お、これはなんかいい形になったっぽくない？いや、一つの丸い球体になったよ。日記に書き留めた。日記を確認しよう。お手紙を届けに来たクポ。ポ。そんじゃ配るクポ。配るクポって、そうか。他に人がいたら多分みんなの分なんだな。クリスティから手紙を受け取った。大変なのよ。どうした？お金が足りないですって。旅に出る前にあれほど計画的に使いなさいって言ったでしょ。こっちもやりくりが大変なのよ、クリスティより。怒られちゃった。ケチとか言って。返事を書かないのも。ごめんなさい、情に訴えよう。大変なのか、ギルをつけてあげよう。仕方ない、俺もなけなしの金、これでいけんじゃん。え、意味ないと思うけど100円あげよう。やりくりが大変なのか、俺はこの戦いで一気に金持ちになった。ってわけでもないけど。ごめんなさい、100ギルあげるんで許してください。お母さんどう思うだろうか。お返事預かったクポ。これ金パクんなよお前。100ギル大金なんだからな。宝箱、よくわかんないいつものポイント。100は超えた。何なんだろうな。戦利品はアースペンダント持ってんのか。じゃあいいや。ルーンのベル魔法プラス3とかすごくない？プラス3はなんかすごいな。魔法使わないけどちょっと、ちょプラス3にしとこう。これやっぱアーティファクト集めした方がいいね多分。1年目の日記。え、1年経ったの。いよいよ旅立ちの朝がやってきた。あれ、これ最初なんか言ってたよね。
軽く気を張って旅の始まりをわざと感じてみた。街道沿いに良い旅広場を見つけたので、今日のところはここにキャンプを張ろうみたいな。これさ、もしかして今までやってきた経緯を話してんのっぽいな。スキップしたいんだけど、一応見てた方がいいかな。ここ完全に回想だよね。回想シーンをご覧ください。あれ、回想終わっちゃった村長さんっぽい人がクリスタルに魔法を唱えて、あれどういうサイクルで回るって言ってたっけ。1年くらいで輝きが失われちゃうから、それまでにもう一回やんなきゃダメ。あ、やっぱり回想が始まった。いや、もう良くないか。スキップしよう。続く。はいはいはい。さて今夜はお祭りだ、楽しもう。楽園の村、2年目。そっか、こうやって確か年数を重ねていくんだよね。2年目の正規ストリーム属性が変わるから、その先もいけるな。ダンジョン、ゴブリンの壁、まあいいや。そしてまた旅立つと。これを確か何年か繰り返して、なんか最後なんか異変が起こって終わりみたいな、なんかそんな感じだった気がする。いや、何年前、一周しかしてないからね。気をつけるのじゃよ。黒騎士敵なのか、やっぱり。たまには。ここいる？お出かけ中、まだいないのか。というところで、じゃあ1年目が終了しましたので、今回はここで終わりにして、次回2年目やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。